ニューストピックスです金沢大学附属病院は長期の治療が必要な疾患を抱える女性患者の妊娠をサポートするための拠点プレコンセプションケアセンターを開設しました今回はこの話題について文化部の岩上記者に解説してもらいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずプレコンセプションケアという言葉にはどういった意味があるんでしょうか はい、えー。プレコンセプションケアとは妊娠や出産だけでなく妊娠前の女性の健康管理もサポートする取り組みのことです、はい、米国失病管理予防センターの提唱を受け WHO 世界保健機関が2012年に発信しました日本国内では現在行政や大学病院など主要な医療機関が順次活動を取り入れ始めています。なるほど。 今回開設したプレコンセプションケアセンターの概要についいてて教えてくださは産婦人科とリウマチ膠原病内科が中心となりさまざまな医師や看護師が部局横断で連携します、はい、院内患者を対象に週1回の診察を実施するほか定期的な症例検討会を開き個々の患者に応じた妊活支援につなげますそうですか。 の解説に至った背景にはどういったことがあったんでしょうかはい。金沢大学附属病院では2021年4月に臓器移植センターが開設し生体臓器移植を受けた患者に対し就職や結婚、妊娠、出産などのライフステージに応じた支援が必要不可欠となっていました、はい、また全身性エリティマトーデスのようなリウマチ抗原病の難病は 若い女性が罹患するケースが多く、女性の健康管理を支える機関のニーズも高まっていました。また、こうした病気の場合、妊娠・出産を見据えた薬の量の調整も必要となります。いろいろと難しいんですね。そうですね。この連携を担うのは、どのような診療科なんでしょうか。はい。えー、先ほど挙げました、産科・婦人科やリウマチ・抗原病内科をはじめ、疾患を担当する診療科や周産期に関わる小児科、 帝王石灰の手術に携わる麻酔科、薬の特性を理解しアドバイスする薬剤部妊娠や出産を支える看護部などが連携し女性患者をサポートします。産科、はい、婦人科の加上京介助教は担当医に妊娠の希望を言えず看護師に密かに相談する人もいるとそれで、えー、妊娠を諦めようとする女性の声を拾い上げていきたいと話していました。はい、心強いい。取り組みですね。は 今回は文化部の岩上記者に解説してもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。